美しい日本に出会う旅、松下洸平がご案内します。秋色に輝く宮城へ、紅葉の名所栗駒山でワクワク絶景ハイキング、ボンネットバスが走る街を発見、音も景色もいい感じ。日本三景松島では海辺の温泉宿に一泊、伊達政宗が夢見た美の世界を堪能します。